これ何センチあったんですか？47とか6とかですね。うわうわきたこれまたですか？あます。これな何で釣ったとか聞いても大丈夫なの？これがピンテールで。出たピンテール。この2匹は、他のメーカーのやつなんです。ちょっとあれなんですけど。ピンテール、ピンテール。ピンテール、これがピンテールですね。すごい。おはようございます。釣り子 TV です。亀山トキタボートで開催のストロンゲスト最終戦やってまいりました。前回最後に亀山ダムに来たのは青木大輔カップ、その時はですね開始20分で唯一持ってきていたねスピニングタックルを折るっていうね大惨事に見舞われまして、0-1しばらく亀山のバス釣ってません。それで思い出したんですけども、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日は11月の寒い雨が降るコンディション、それではね1日亀山バスを探して頑張ってみたいと思います。よろしくお願いします。さあさあさあ雨が本降りになってきましたよ。準備が遅れに遅れ、まだワームもついてない、竿もねほどいてないんだけど、今日ベイトを内物のベイト3本に巻物のベイト1本、それに前回ちょっとスピニング折れてね、打つ手なしみたいな状態になったんで、スピニングもね2本準備してきました。ね、こういう感じで、で作戦としては、朝一なんかどっかのタイミングで雨上がっちゃうみたいなんで、雨が降ってる間はちょっと強気な展開をしてみて、ちょっと大きめのワームとかね巻物とかおいで、あダメだあやべえっていうタイミングで、すぐにねすぐに間髪入れずこうスピニング展開を入れていくっていうね、こういう感じで、基本は11月なんでスピニングでね頑張って釣っていくっていうのが好きなんですけど、このストロンゲストっていう大会が30センチ以上のバスを3匹っていうねルールなんで、なかなかね30センチって大変で、スピニングだとやっぱね27、8とかがね多かったりするんで、ということでまあちょっとそういう釣りより30センチ、35センチぐらいを狙っていく釣りをやりつつあわよくばっていうね。でもし大きなサイズとかが混じってたら、そこからもう頑張ってねスピニングとか全て駆使して、それで、リミットメイクを目指すっていう、そういう感じでやろうかななんていう風に思っております。でまあ朝一なんで、でちょっと空いてるんで、最初は大きめのルアーから始めてみてね、巻物チャカチャカ巻いてみたりとかやって、それで、あ、ダメだってなったら、ちょっとサイズを下げていくっていう、そんな感じでやろうかなと、そんな風に思っております。お、流れ出しの音がする。流れ出てると結構釣れたりするから。
裏は高又シャットリアルの6インチ。なんて糸が走ったら話は早いんだけど、おっと、今ピンって糸が張ったけどっていう。もしかしたら、ほら、もうちょっと振り続けて。ズビズバーってなってからかな。でタックルは、ロデオクラフトホワイトウルフ17ポンドに初代グラビアス、一番最初のジニアスプロジェクトのグラビアスね、これにラインはね20ポンドで、ちょっとねカバーの奥とかで食ってもバチコーンってねファイトできるような、そんなつもりのタックルで準備しております。この崩落みたいなところに一回通しておくかな。結構目の前にさえ行けばアクティブに口使ってくれると思うんだけどな。でこれで食ったらきっとねキッカーブルフラット、結構こういう濁りがきつい時にシルエットはっきり系のブルフラットはいつも助けてくれるんで、ライトテキサスにブルフラットも準備しときます。でここね針先出さないで薄皮1枚残してリグるのがお気に入りで、こうすることによって結構奥に入れられちゃうよっていう。ないね、ギルっぽいの入れとくか。機関トラブルですね。ワイヤー取れちゃいいですね。
時は電クマも投げとけっていう逸材があるから、ちょっともう手がかじかんでうまくリグれません。けどちっちゃいからレッグアームに変えてすぐ出てる。やばいなあ。いやでも久しぶりの亀山バス。よいしょ。キーパーあったよ。30センチ。すごいね。いや、ちょっと、ほんと指がかじかんで、うまく、ディグれないぐらいだけど。魚もちょっと縮こまってんのかもしんないね、なんか。周りも全然、当たりもないっていう話だから。これは、クワームでしっかり3本揃えればだね、なんかいいことあるかもしんない。やるよ。今さっき釣れた、今釣れた。キャロがもう全然ダメでレッグに変えたら、レッグアームでちょこちょこやったら速攻食った。でなんか見てると上でたまに食ってるから、そういう引きずりっぱなしよりレッグ何回も打ち直して、うん、ああそっか、とりあえず33匹持てばもしかしたらいいことあるかもしんないから、さすがだねレッグは。とこの時期からもうほんとこの小森さんの竿じゃないと俺釣れないんだよ。
もし3匹とか揃ったら、次の展開考えるかな。ちょっとキャロライダーリーグ、釣れたー、ドッキーキャロライナリグニ、3センチ足りない、痛い千金のあたりだけど27センチ、3センチ足りなかったです。の亀山ダム、ありがとう
25センチキーパーだったら2匹目だったんだけど、まあ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 魚はいるっちゅうことで腐らずに行きましょう。よいしょ。ヘビキャロっていうよりは10グラムだからもうキャロライナリグだね。キャロライナリグをそこのコリコリに当てながら、まあでも人間はめっちゃ寒いんだけど魚は触るとすごいあったかいんだよね。だから体感よりしっかり餌を追い回してるんじゃないかな。奇跡の2匹目キーパーならず。まあでも1時間にワンチャンぐらいもらえれば、もうちょっとあとサイズが、あと2時間あと2時間1時間2匹1時間1バイトで OK 釣るぞ。はい、というわけで終了の時刻が近づいてまいりました。結果はね、1本。いやー寒かった。もうね、手がね赤くなるぐらい、かじかむぐらいね。で、これやべえと思って、レッグワームに変えたところ、速攻当たりが出て、で、その後、同じエリアで、キャロライナリグにして、釣れたんだけど、ノンキーパー。ね。2匹釣れたけど、大会的にはまあ、1匹っていう感じでね。じゃあ、県領に向かっていきたいと思います。ほうほう。これ何センチあったんですか？47とか6とかですか？うわー、きたこれ。またですか？あらす。これな、何で釣ったとか聞いても大丈夫なんですか？これがピンテールで。出たピンテール。この2匹は、他のメーカーのやつなんです。ちょっとあれなんですけど。ピンテール、ピンテール。ピンテール、これがピンテールですね。すごい。サイト展開みたいな雰囲気という感じで、2匹は、はい、もう釣ってすぐシャドウで岸見てて、はい、シンカー2個使ってキャストセドを上げて、で吊るしてあげて水面で、もうこれはとにかくいろんな状態でピンテールをとにかくいろいろやってみたら、そのうちそうっすね得意なワードっていう。いや、ただピンテールにマジックありますよね、ここまで来ると。前回やっつけられた時も確かピンテールですごいの釣られて、これ勝てねえや。なんかカラーで時期ごとにハマるカラーが、じゃあいっぱい買わないといけないんですね。ピンテールマスターありがとうございました。これが現実サイズです。ありがとう。それでは皆さん、雨の中お疲れ様でした。僕はこの表彰式のためだけに来ました。雨降ったんで決して拾ったわけではありません。本当は釣りしようと思ってたんですけど、決して雨降ったからやめたわけではありません。
チャプターがクラシックやってたんでね、ちょっと9時からになってしまうのと出戦が。で、まあ、そんなのもありまして、今回はお昼間になってしまいました。で、表彰なんですけどね。5位から5位から表彰になります。はい、今日はですね、35名出て、部員が16組となっております。まあまあ厳しい結果だったんですけども、5位から表彰していきます。第5位。ウェイトが 635g、 これ2本のウェイトですね。横山さん、はい、おめでとうございます。次まして第4位、1本のウェイトです、 930g、 大野さん、おめでとうございます。続きまして第3位、これ2本のウェイトですね、 990g、 染谷さん、あら、雄一さんやりましたね、奥さんに会えて欲しいですね。そんなこと言わず、ぜひ奥さんと一緒に来てください。2位がですね、この結構いいウエイトなんですけども、2位です。2本で 1925g、金子さん、ありがとうございます。さあ、1位はぶっちぎりですね、まあ、毎年、ずっと強いのかな、この人は。毎年秋に毎回優勝してる感じがするんですけどね。1位は 3130g、 3本です。宮内さん、優勝になります。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ写真を撮られる方は、はい、マジやったぞ。じゃあそのままちょっと軽くインタビューをしたいと思いますんで、まあ言いたくないことと言っていいことがあると思います。適当に喋ってください。第5位の横山さんから聞いていきたいと思います。日本で 635g、 はい、また小さい魚を集めましたね。すいません。厳しいな。これだって釣ってきた、だから今日一番ちっちゃい田中さん釣ってきた 320g、 日本と一緒ぐらいなので、まあ15位と大して変わる、そんなことないですね。どんな釣りで、どんなところで。はい、金曜日からプランに入って、はいはい、で全域回って、はい、でまあ、巻き癖だったんですけど、だんだん巻きで釣れる魚がちっちゃくなってきて、はい、でそこから、パワーフィネスがだんだん釣れるようになってきて、はい、ちなみに巻きは何で釣ったんですか。クランク、クランクで、浅いクランクですか。4メートル、この濁ってる中に4メートルのクランク、はい、なかなか、それはライブとかで見てる、ライブで見てる、なるほど、はい。で今日は結局今日は、はい、今日釣ったのが、ビーク、スモラバー 4.3g に、はい、暴走ガエルの黒をセッティングしたスモラバーで、パワーフィネスで、レイダウンにゴミが溜まっているところ、はい、ちょっと先端側のところで釣るし、浅いところで、浅いところで、だからディープクランクで釣れたのに急に浅いところで、急に浅いところで、なるほど、はい、ですね、はい。で、まず1本目、それが10時半ぐらいに釣れて、はい、でそこから、だんだん、向こうの、インスタの方に移動していったら、はい、ちょうど宮さんとすれ違ってですね、はいはい、で3000釣れたっていう感じですね。そこに心を折られて、はい、心を、まあ、心を折られずですね、はい、いや、やりきろうと思って、はい、でインスタの手前の左側を通り過ぎたあたりぐらいで、はい、スモラバーで、また1500ぐらいがかかったんですけども、はい、バラしてしまって、はい、でその後また、スモラバで今度合わせ切れしてしまって、はい、でスモラバがなくなり、はい、どうしようっていうふうになったんですけども、はい、笹川の方に登って、はい、スモラバがなくなり、なくなり、はい、はい、はい、もう違う手でやろうということで、はい、笹川に登って上流見に行って、インスタから笹川まで行ったんですよ。行きました。スモラバがなくなったから、なくなった、はい、はい、帰り行った方が早そうですけどね。でそこで、上流まで行ったんですけども、魚いなくって帰ってきて、はい、2回目ちょっと濁り始めのところのフラット、はい、70センチ80センチぐらいのところですかね、浅いところですね、浅いところで、はい、遠投して、フリーリグの、モゴリクロ、はいはい、すごい、なんかとっちらかった釣りですけど結構なんかまとまってるのが、モゴリクロは、はい、実は昨日釣れてて、はいはい、すごい、まあ、はい、2番手にもこういう黒持ってきたんですけど、なるほど、はい、それで釣れて、その後はもうちょっと時間切れになってしまって、はい、帰着って、なるほど、ディープフランクから始まって、ディープフランクに、はい、今日はもうディープフランクはほぼ投げない、投げないですね、なるほど、ミスは痛いですね、ミス、はい、合わせ切れとか夢に出てくるからやめた方がいいですよ。僕毎日夢見てますから、膝から崩れ落ちました、はい、気持ちはよくわかります、はい、
はい、じゃあそれが取れてればもうちょっといいなと思いますんで、まあそうですね、来年も多分グランチャンもありますんで、また頑張ってください。精進します。おめでとうございます。ありがとうございます。いいよ、大さん、はい、1本 930g、 これ大きいですね。はい、はい、どういった釣りで。はい、今日はひたすらカバー打ちでした。はい、で、まあ、本湖から笹川方面に向かって、はいで、はい、まあ、目につくカバーを全部打っていったんですけど、はい、5g の、はい、4インチグラブと、はい、あとベビークロー、はい、で回ってたんですけど、バイトは結構あるんですけど、はい、すっぽ抜けと釣れてもキーパー越えないかったので、あ、はい、で、まあ、一通り笹川の方まで行ったんですけど、はい、帰ってきて、これもしかしたらゲイリーが悪いのかな。いや、そんなことは絶対ないそんなことない。以上、大野さんでした。まだ言いたいことありますか。で、まあ、何の気なしにちょっとドライブビーバーに変えてみたんですよ。はい、で、押し切り沢入ってって、うん、同じようにかぶってたら、はい、1本だけその930が釣れてくれて、はい、終了しました。ゲイリー続けてたらもう1本釣れたかもしれなかったですが、残り苦労だけでな。その辺かなと。スポルケ夢に出てきますよ。もう僕毎日夢に見ますからね、スポルケも。はい、ありがとうございます。いろいろなんかスポルケとか合わせ切れとかあんまり言わないでほしいんですよ。まだ傷ついてるんで。大野さん、じゃあ次は2本釣ってまた高いところに向けて、はい、頑張ってください。おめでとうございます。さあ、雄一さん、はい、富谷雄一さん、2本で 990g、はい、どうですか、 930g の1本で2本で勝った気持ちは。ああ、うまい。勝ちは勝ちは勝ちは勝ち、はい、今日いっぱいかけたんですか。かけてないです。2本だけですね。これどういった釣りで。笹川の対岸、入り口の対岸ところの木が。対岸ってどっちが対岸なんですか。対岸って、まあ、入り口があって向かい側と右側ですね、はい、うん、右だったら左が対岸で、左行ったら右が対岸あ、入って右側そうですね、はい、あそこの枯れ木ってか立ってるところ。枯れ木、まあ生きたまま立ったら偉いことですからね。枯れ木ですね、はい。そこであれですね、5g のダムショットで、はい、ルアー、ルアーはスワンプのスワンプですね、黒。スワンプの黒、ワッキーですか。ワッキーですね。ワッキーのダムショット。はい、引っかかりません。ほぐしてほぐして。ほぐして。でその立ち木で2本釣ったんですか。そこの立ち木で1本釣って、はい、それが8時ぐらいで、はい、それで。8時、僕まだ寝てましたね。まだ寝てましたか、はい、悪夢にうなされながら、はい、それでまだしばらく釣れなくて、12時に本湖の方戻ってきて、はい、取ったのこの岩盤とか、はい、そこのところをまた同じもので打ってたんですけども、はい、それで1本追加、はい、で2本ですね。スワンプは長いやつですか、短いやつですか。スワンプはジュニアのあれですね。ジュニア何センチぐらい、何インチなんでしょうね。4 3.8 インチぐらい。もうスワンプそんなにジュニア、うん、の黒、黒ですね。黒ですね。で、重さは8分の1、3.5g、5g、 5g が重たい、ね、なるほど。その釣り好きなんですか。そればっかりやってますね意外と亀山であんまりやる人いないんですよね、ラッキーダウンショットって。あ、はい、いつも釣ってくるんでね、結構じゃあ魚釣るのにはいいのかもしれない、かもしれないですね、はいはい、ぜひ皆さんやってみてください。おめでとうございます。ありがとうございます。続きまして2位の金子さん、はい、日本で1925回に多分勝ったと思ったでしょう、はい、ちょっと思いました。ですよね。これで勝てなきゃおかしいですよ。だってこれつけても2と1キロ差空いてるんですからね。いや、これ日本とも結構いい魚ですけど、どこでどうやって釣ったんでしょう。朝は、はい、ブレイクの絡んだシャローバンク。ブレイクの絡んだシャローバンク。例えば押し切り沢入り口の一発目の岬の、はい、橋越えたところの、橋越えた一発目の大きい岬の、はいはい、ところから入って、はい、ちょっと左側に、はい、ベンドしているところの方に、岸に入れて、はい、でちょっと横に引いてずっと流してたんですけど、はい、そしたらちょっと奥ぐらいで、40ぐらいのが、ルアーはブレーバーマイクロの 1.8g、 1.8g、はい、ダウンショット、ダウンショット、はい、それで朝一7時半ぐらいに、はい、こうずっと流してて1本目が釣れた感じです、はい、でその後まあ、日中は寒くなるなと思ったんで、はい、ちょっとブレイクのエッジに浮いてくる、はい、ちょっと大きいのがいないかなと思いながら、はい、だんだんの、鳥居の奥の、はい、岸に近い方の、岸の近い方、はい、あそこのちょっと深くなるところを、
巻物でちょっと流してたんですけど、はい、まあ、そこでは反応なくて、はい、で10時半ぐらいに、はい、まあ、ちょっとインスタの方に行こうかなと思って、はい、で白書島にちょっと寄った時に、はい、椿モートボーツさん側の、はい、ちょっと結構落ちる、はい、ブレイクのエッジにもしかしたらいないかなと思って、はい、そこにハイカットの、はい、DR、はい、サスペンド SP、はい、の、キンクロを、はい、投げて、はい、でちょうどエッジに当たるぐらいに差し掛かった時に、はい、スイッチした時に止めた瞬間に飛んだ。それでかかったんですか。それが42ぐらい。あ、それでも1本目もじゃあそこそこ大きかったんですか。そうですね、今の話の中で鳥居のとこ全然なんか関係ないですね。関係ないですね鳥居やった話で全然関係なかったですね、はい、あそこででもブレイク、あそこでも気づいたんですね。ノンキー忘れたんですけど、はい、あ、はい、まあ、その後に行ってます。この2本で、はい、なるほど。なんか言いたいことありますか。特にないですか。まあでも久しぶりにちょっと持った感じで、はい、魚が釣れたので、はい、ちょっと楽しかった。キンクロチョイスしたのは何か理由は、濁ってるのと、はい、ちょっとローライトだったんで、はい、自分の手持ちの中でこれかなと。天気に合わせて、はい、なかなかキンクロってね、昔はすごい流行った色なんですけど、北浦霞で北浦霞が釣れなくなってから全然こうショップさんから売れなくなったカラーの一つでもあるんですけど、はい、こういった時には効くっていうことで、ちょっと冷え込んだ時に結構いいイメージだった。なるほど、はい、持ってる方はぜひ投げてみてください。亀さん、じゃあ次はまた優勝を目指して頑張ります。はい、頑張ってください。おめでとうございます。宮崎さん、はい、なんか僕来るたび優勝してるんですけど、いや、久々ですよ。久々なの。はい、だって前回来た時優勝してたよ。多分来てくれると優勝できる。そうだな、もうこれだよ。3本で3130円、はい、ぶっちぎりですね。いや、ありがとうございます。あ、さっきの横山さんからインスタで釣ったって聞いたんで。あ、インスタ、はい、あ、俺、いい、あれです、井の川です。井の川か、はい、井の川でそれ違ったんですね。井の川で、まあ、上流に行かれたってことで、どんな釣りやったの。朝一、すぐ井の川行って、はい、で、どこですかね、一番上のシャロになってるところ、はい、もうわかんないですけどね。一匹あの岸を見て、はい、ポケーってしてるやつがいて、はい、それにあの、なんですか、あれ、あれ、あれです、あれです、あ、出てこない、ピンテール、ピンテール、はい、ピンテールの脳進化を、ピンテールの脳進化を2匹つけました、さすがに、2匹つけた、はい、2匹つけた、ゴージャスですね、で、金持ちがやるやつですね、いやいやいや、半分しか使えないですから、はい、で、吊るして、水面で、手こびこびやって、スーッと、ポッて、へー、で、それが1匹目で、それがでかかったんですか、それ40ちょいぐらいですか、はい、痩せてるんですけど、はい、痩せてる。で、その後あのちょっと下流に下るとあのクリアな水と濁ってるところの上にゴミが溜まってて、はい、で、ここ1ヶ月ぐらい絶対そこについてたんで、はい、で、そこの横をあの小池17ミリ、はい、を、ボトムにシェイクしながら、まあシャローな、こんななんですけど水深、はい、シャローに落とし、あ、ボトムまで落としてシェイクしながらちょっと逃がしてあげるっていうゴミの横を、はい、そうするとそこからファッて出てきます。ああ、で、後ろについてそのまま逃がすと食ってくれるっていうので、うん、2匹。小池17ミリね、トップイメージでめちゃくちゃ流行ってるんですよ。そうです、めっちゃ釣れるんですよね。ねえ、なんかやたらと流行ってるんですけど、僕入りに乗るのやらんで全部売ってしまいました全部買っちゃいましたあ、これウエイトなんか入れたりするんですか。あ、あれです、なんですか、森県リグ、あの、ジグ、あの、重りを引っ掛けて、あれ何グラムぐらいかけるんですか。あれ5グラムです。わ、結構重たいんですね。重めでもう早めに結構ソンって沈んじゃいますよね。沈んじゃって、で、それでどんどん逃がしていく。あれ、栗が落ちてきたので間違えたりしないですかね。そうですね完全にね、僕は釣れないと思ってたのに、はい、意外と本当に流行ってて。そうですね、本格外でも結構な選手が投げてて、そう、はい、今流行ってるみたいです。まあ、結構、オリキ上流とかでもすごい遠くからすっ飛んできたりとか。ああ、どでかくないですよね、2本。1本目がキロだったら、キロで、で、2本目がでかかったんです、47とか。あー、なるほど。一番でかいやつで、その後、もう1本が600、800ぐらい。そうそう、でもそれも17ミリに食ってきた。17ミリで、そのゴミの横を通して。すごいな、ね、なんか小池17ってなんか、なんか不思議な、不思議ですよ、本当不思議な。はぁ、で、その後はもう香港に戻ってきて、で、あ、そうです、だんだんのブレイクで、はい、パワーフィネスで残りクローで、はい、やらかしました。やらかした、はい、それもでかかったですか。それでかかったっす。あの、それまで過ぎたら完全に闇ですね。そうですねもうそれなくてもぶち切りなので、はい、
それで、あとはあのダブルテール、はい、6インチのテキサス、はい、をシャローをリフト&ホールでやってたんですけど、はい、結構当たって、ただ全部すっぽ抜けて、なるほど、かからずで、まあ、すっぽ抜けの話はやめましょう。そうっすね。いい夢見れなくなるんで。結構なんかシャローがキーだった気が、はい、まあ、濁ってますしね。そうですね、はい、で結構当たりましたね。なるほど。でもちょっと小池17は意外というか、う、亀山でも効くんだっていうのが聞きますね。ただクリアじゃないと、濁ってたら出ない。濁ってるとちょっとなんか、まあ、確かに食わせきれないというか、霞があるね、連れ立って走ったことないですもん。あ、そうなんですか。はい、そんな水が綺麗だと降ってくる感じ、はあ、イメージが。なるほど、はい、1位なので、なんか言いたいことが他にもありました。ないです、大丈夫です。ないの、はい、なんか言ってくれないと間が持たないんだけど大丈夫ですか、はい、はい、では上位5名の皆様にもう一度盛大な拍手を皆様お願いします。グランドチャンピオンシップ出られる方、あの出場権を持っている方は、12月24日クリスマスイーブの開催になります。当日は青木大輔プロと川辺プロ来られますので遊びにぜひ来てください。予約はもう取ってます。で当日プライベートで釣りする来るのは可能です。全然それは全然可能なのでそんな感じなので、権利のない方も当日釣り来てもらって全然大丈夫ですから遊びに来てください。で権利のある方はボード予約して、またそのショーもありますのでぜひお願いします。じゃあ今日の参加賞はですね、スーペリオフックのマス丸の8番、これ今結構多分手に入りにくいかな。クラシックの時も何人もにくれって言われて僕もなくなっちゃったやつなんですけども、これが参加賞です。1人1パックになりますんで、これ持って、解散としましょう。じゃあ1回集合写真撮ってから。そうですね、これ持ってってもらえ。じゃあ皆さん集合写真撮りますんで、この辺中心に集まってください。はい、お疲れ様でした。カルシャじゃあ皆さん参加賞もらってください。やってくれたんですね。